はい、こんにちは、文具王です。えっ、ー、と、昨日紹介しました、パレッタコムね。えー、結構ですね、あのー、いろんな文房具が詰まっているですね、文具セットだったわけですけれども、実はですね、こいつにはですね、えー、まあ、弟分というかですね、あのー、もう一個ね、あのー、兄弟がいたんですね。で、いたんですけれども、こいつがですね、めっちゃレアで、このパレッタコム以上にですね、めったに見かけないやつだったんですけれども、それが見つかりましたよという話でですね、 え手に入れました。それが実は、はい。こちらです。ドン。はい。えーとですね、一回りちっちゃい四角なんですけど、はい。これなんだって感じなんですけれども、同じような四角になってますが、実はこれですね、パズカルっていう名前で、はい。このあの、ほら、ロゴとね、えー、っと、その最後の四角が同じ形なんですね。なので、これで実はですね、兄弟なんですね。で、えー、勘イスい人はもう分かったからもしれませんが、えパ、ー、ズカル。ね。 えカールはカリキュレーターのカールです。なので、実はね、これね、四角いんですけど、パカって開けると、はい、なんかね、あの、普通にですね、これ、あの、蓋がパカって開く、はい、えー、重箱みたいな形になってるんですけども、開けると中からですね、はい、電卓が出てくるっていう。 ま、電卓としては異例のデザインですよね。普通考えたら電卓パカッて開くのはあれなんですけども、これ、えー、蓋がですね、こんな風に外れて、えー、後ろにこうやってはめることができます。という感じです。で、今まあまあパズルみたいなこんな形になってるわけです。で、オンってやるとこうやって出てきて、ね、別に普通に、一二1 2 3る5とかね、こうやって計算すると、はい、こうやってですね、計算できるんですけれども、はい、今ちょっとね、 行われましたけれども何が面白いかというと、実はこの電卓、えー、このですね、キーの部分が、キートップがですね、乗ってるだけなんですよ。ただ、プラスチックの板がこうやって乗ってるだけで、実はこれ全部、えー、取り外しができます。で、取り外しができるっていうか、そもそもくっついてないんですね。乗ってるだけなんです。で、しかも、これすごいのは、 今、ここにあった2ですけれども、2ってなってますよね。これ2ってなってるんですけれども、これ、ここに持ってきても2なんですよ。ほら、ね。で、これこっちに持ってきても2なんですね。すごくないですかこれ、だからパズルになっているので、実はここの端っこに、はい。1個これね、えっと、コレクションで B コレクションって言って書いてある、このね、看板みたいなのがついてますけど、これあの、えっと、あれではないんで、キーではないので、これ何のキーだ はい。えー、なので、えーと、実はこれを外してあげればですねえ、好きなようにですね、この数字をですね、よいしょ、スライドさせてですね、遊ぶことができますよ、という感じになっていますで。こうやってね、こうやって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 、こうやってよくありましたね、昔ね、こういう、なんか、ゲームっぽいやつ。ね、あんな感じでですね、数字をこうやってわらわらに入れ替えることができます。で、 入れ替えたらどうなったかというと、はい、これでもですね、あ、これちょっと一個だけ数字の動きが逆なので、こうこうね、こんな感じです。なんですけども、えぇ、えし、はい、っやって、こうやって開けると、どこでも6、6引く、え4、は、ってやると、はい、2ってね、こんな風にして計算をすることができます。ほう。 っていうね感じなんですけども、これ、どういう仕組みになってるかというと、えー、実はですねこの木1個1個のですね裏に、ですねこんな風にですね、えー、実は突起がついてまして、えー、10個の、えー、まあこう場所があるわけですね、四隅と、えー、その間ですねで、あと真ん中があるので、えー、実はですね、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、あここのか。 9つの突起が、えー、用意されていてですね、その9つのですね、えー、配置によって、こ実はですね、全部のベースの部分に9つずつセンサーがついてるんですね。で、そのどれが押されたかによって、これとかだと、まあ、下が3つの真ん中の上2つみたいなやつですね。これで押されると、これは6だよってことが分かっているので、どこに行っても6なんですね。はい。どこに行ってもこれだと9です。なんですが、 ま、そんな風になってます。で、一個気をつけないといけないのは、これ、6なんですけれども、これ下のところがこうなってるんですけど、これ実は回転させると違う数字になっちゃったりとかするので、これ実はこんな風にしてやると、こうやってやると、えー、全然違ったり、えっ、ー、と、機能しなかったりします。これだと機能しないのかなえー、これをひっくり返したりすると別の数字になったりします。ほら。これ9ですね。9と6は、対象形なんだな。っていうことか。なるほど。 そういうのもちょっと面白いですよね。6と9っていうのが、これがちょうどですね、ひっくり返すと、6で9なんだけれども、これひっくり返すとほら、と、向きがちょうど逆なので、六6は <laughs>、これ6ひっくり返して6にしても、を使えるのか、そんなことが、そこはちゃんと配慮してあるんだ。だいたい6と9ってわかんなくなりやすい数字ですけども、ちゃんと見た通りの数字が出ますね。 こういうところはちょっとなぁ、憎いな、っていう感じがしますが、それ以外の数字はですね、横にしたりすると、8とかでも、こうやって横にすると、これ、えっと、一回消すかな。8とかをですね、こうやってひっくり返したりすると、えー、8はひっくり返しても8だ、うん。こういうところが、あ、やっぱそうなのか、7、7、7やってみう。7はひっくり返すと、5になるんですよね。ということで、うん。 なるほど。ひっくり返しても、ちゃんと数字が読めてしまうやつは、ひっくり返しても同じ数字が来るように、してある。っていうことを今発見したぞ。すごいぞ、これ。ということで、あ、ってことは、それでか。わかった。かけるが、実はこれ全部ついてるんですよ。ってことは、かけるはどの向きにしてもかけるなので、かけ算のかけるは一緒です。割るは上下がひっくり返っても同じ。あ、ならねえじゃん。 割るダメじゃん。割るが、えーっと、これでいくと、オン、えー、4割る。割るつきましたね。ここにね、ついてるけど、これひっくり返すと、割るじゃなくて、なんか K って違うのが出てきましたね。なので、実はこれはダメなんだな。うーん、なるほど。ちょっと面白い。これ横にすると1とかになっちゃうんだなということで。 プラスも、あ、プラスもひっくり返してもどの向きでもプラスとして機能するようにできてます。えらい。どっちの向きにしても使えるようになっている。ですね。あ、ちゃんとだから、向きが変わってわかんなくなるやつは、これ天体称だから後ろも天体称だ。なるほど。ね。これすごいよく考えてあんな ゼロも多分定規が酢酸になっても大丈夫なような数字になっているはず。ほら、なってますね。うん、面白い。ということで、これですね、えー、読めるようにやっていくと、ま、あ入れ替えをしたとしても、ちゃんとそれが読めるように、読んでくれるようになっているので、 ま、7とかはひっくり返したりすると違う数字になっちゃったりするので、そこは気をつけてくださいですけども、基本的には、この数字が右下に入るように、数字っていうかね、記号が右下に来るように置くのが正常な位置ということで、え、こうやって入れていくと、いうことで。まあ、まあ、なんかね、そこら辺も含めてですけど、よく考えてあんな、面白い。 なので、ここがですね、全部センサーになってるんですよ。センサーの数が9つずつあったとして、1、2、3、4、1、2、3、4、5、えっ、ー、と、20、えっ、ー、と、180個センサーがあるってことかですね。っていうことです。のセンサーを使ってですね、えー、この計算を。 どこに置いてもできるっていう風になってます。ただこれね、あの気をつけないとバラーンってやっちゃうとガシャーンってやると元に戻すのにえらい時間かかります。でまあ、これだけでもすごいんですけれども、今回手に入れたのがちょっとね、あの嬉しかったのは、これの実はオプションキーがあるんですよ、これ。すごくないですかこれ、同じ B コレクションのこれ、ちゃんとパズカルのロゴが入ってるんですけれども、こんな感じでですね、 えっと、ま、同じなんですけどね。あのー、だから、機能としては全く同じキーが用意されてるんですけども、絵が描いてあって、これ、ノベルティとかでいろんなの作れたってことですよ、当時は。だから、もしかしたら、ここの絵がいろんなパターンが、もしかしたらあるのかもしれないです。これももちろんですね、同じなので、これをこっちに持ってきて、7とかって入れてあげて、ここで押すと、ほら、7、7、7、7、7 出るわけですねということなんで、えっ、ー、と、どのキーを持ってきて入れ替えてもいいし、途中で、だこっちとこっちが混在してても全然大丈夫ってことなんですね。すごい。面白い。これね、えー、いやいや、えー、長年探し求めていた、えー、このね、パズカル。で、そしてこのね、兄弟のですね、えー、このね、 パレッタコムと兄弟のパズカルっていう。まあ、これね、実は昔のですね、あのー、えっ、ー、と、多分ビーツールマガジンとかに載ってたんですよ。なので、えっ、ー、とー、雑誌に載っていて、僕が中学ぐらいの時に、だからもうあったってことなんですけども、その時は、まあ、ああの、ま、まあ 買うものとは思ってなかったんですね。もともと高かったと思うし、えっ、ー、と、自分が買って使うものっていう意識がなかったので、えっ、ー、と、コレクションにはならなかったんですけど、コレクションっていうか当時買わなかったのが、後で悔やまれるやつでですね、あの時買っとけばみたいなのはあってですね、えっ、ー、と、ずいぶん頑張って探してたんですけども、なかなか見つからなくてですね、えぇ、ー、という感じでした。元に戻すのがなかなか大変っていうですね、こんな感じの、 えものになってます。4、5、6と。はい。まあ、こうやってね、入れるのを楽しむのも、なかなかちょっと、大人ものでして。えっ、ー、とですね。まあ、こういうね、使いやすい。もう、こっちもそうなんですけど、あ、ちょ、はい。こっちもそうなんですけど、これ使いやすいかって言ったら、もう全然あれなんですけど、要は、文房具っていう手を取りながら、どれだけ遊べるかっていうやつをですね、当時、大真面目にこんなものを作れたんだよな。 今じゃ考えられないですよね。これいくつ売れるのとか、いくらかかるのとかいう話を先にしてしまうと、もうこんなの作れないわけですが、さすがバブリーな時期です。えー、バブル絶頂期に作られたものなので、結構プレゼントとかにもね、平気でこんなものが使われてた時代だったわけです。ということでですね、こうやって戻していきますと、よいしょ。で、これ戻すのにもちょっとした時間が、あ、もう違う。よしょ、こっちが逆だ。よいしょ。 そしてこれが戻そうと思ってばらけたりするっていうね。なかなかですけれども、こんな風なものになっています。ね。あ、ゼロ、ゼロ逆だ。はい、こうです。はい。まあ、ああの、詰め方はいろいろ変えても全然構わないんであれなんですけれども、こんな風にして。で、こうやってですね、えー、こういうですね、まあ、弁当箱か、みたいな蓋が、え付、ー、くようになっています。 ねえー、B コレクション。多分文房具の B ですね。なコレクションです。で、ここにスイッチがついて、スイッチオフってやって、えー、閉めておくといいよという感じになってます。電池裏から入れるタイプね。です。はい。で、やっとですね、このね、えー、はい。えっ、ー、と、パレッタコムとパズカルが揃いましたよということで、えー、ちょっと嬉しいっていうお話でした。 えー、またちょっと明日からはですね、もうちょっと機能的な商品の紹介もしていきたいなと思います。